最新ショータイムガチャから登場した史上最強特殊スキルバレットヘッド持ちセルロトーメンションやっていきたいとす。バレットヘッド、ロナウドのメイン仕様をね、昨日もサクッとやったんですけど、結構エグいシュートを放っててね、ロナウドと同じく登場したセルロートがね、相当強いですね。まずはプレセルがラインブレーカーで、能力値がね、こんな感じなんですけど、まあ一見ですね、ロナウドの方がやっぱ能力的にはね、ジャンプ系だったり、決定力、まあヘディングもそうですけど、高いんだけど、使用感がね、ロナウド超えてるかもね。身長195センチあるんだよね。見たタイプで言うと、この前登場したショータイムハーランド、あのハーランドにバレットヘッドつけたみたいな、まあ、そんな性能になってるね。でハーランドよりも空中戦はもちろん強いです。バレットヘッドね、新スキルでヘッダーエアバトル、あとねミドルライジングも打てるし、根幹持ちでねアウトスピンキックもあるの嬉しいんだよね。ゴール前で結構いろんなシュートパターン打てるんで、ヘディングだけじゃなくてね、地上戦のところでもガンガン決めれる選手。異次元使用感、バレットヘッド持ちセルロとしてやっていきましょう。レディゴー。ロナウドとツートップ組んでね、バレットヘッドコンボで、まあ、セルロとメインシオ行きましょう。いきなり見せどこ来ましたね。まずゴールキックで見せちゃうと、さあもう絶対勝ちます。ここはい、うわー、またーで、これはロナウド使いたいところ、いやアーリークロスでいいかな。セルロトーバレッツヘッツ、いやライブレとのやっぱ相性がいいんすよね、まあ、そこがだいぶ使用感の良さを生んでるのもある。ロナウドがねボックスストライカーだから、まあ全然ねあのバレットヘッドを打ち込むっていう意味ではね中央で強いんですけど、まあ、個人的にはライブレの方がねバレットは生きるかなと。いけるね、ベッカムナイスタッチ、ニアセルロット、うおーしゃーアクロバティックも狙っちゃう。はい、いやーバレットヘッドうまい、こぼれ球惜しい、ロナウドバレットヘッドえぐいな、使用感がセルロートえぐいんです、本当に強いからね。うわこれはこれちょっとすごすぎじゃない、まさかのダブル絶好調、ナイスセルロート強いで、うわえぐいっしょ、ハーランみたいな感じなんですよね本当に。でハーランと違うのが、まあ、空中戦がより強いんで、あと身長がハーランより1センチ高いね。ロナウドからセルロト、こぼれ球ロナウドいるよな、さっきの試合もロナウドさいいところだし、やっぱこの選手持ってるよね本当に、あのここぞってところにポジショニングを取るうまさと、ロナウドセルロートで点取れるわけだから。セルロト裏、いやーうまい、またロナウドいる本当ロナウドは何なんだ。ロナウドのメイン仕様もぜひご覧ください。いや本当使用感的にはセルロト上かなと思ったけど、やっぱなんだかんだ言ってロナウドだな。ここでラインブレイクから、まあ、前に入ったらもう勝ちですよね。来られるんだけど全く動じないで、ドリブルがやりやすいですね。ロナウドやっぱすごいね、セルロドーミン仕様でもガンガンにロナウドしっかり入ってくるもんね得点決めてやっぱメイン仕様の座を渡さないという感じですかね。めちゃくちゃ使いやすいもんね。さあ来た、あトモリの前無理、トモリのとこ入ってで、いやーサンキュー、ドローオープン、しっかりディフェンダーの動き読んでいく、やっぱ足元あるな。最後の根幹もね落ち着いて、やっぱスキル持ちのところからちゃんと決め切ると。きた、ここもズドン、やばいでしょ、しっかり決めていく、
あそこさ、裏入った時のね、やっぱあの推進ですよね、一瞬の。理不尽セルロード2得点、お相手さん終わりパターン。おお、硬いよ、強いよ。お相手さん、これしっかり攻守揃ってるんで、セルロードがね、どんな力をさらに見せるのか。はい。イエス、イヤホー、バレットヘッド。ハント枠内持ってって、やはりバレットヘッドは反らせる感じだね。あの反らせる感じから点を取れる。やったやった、セルロードが奥にいる、イエス、絶対に止めることができない、バレットヘッド神様コース、弾丸ヘッドだね。ということで、お相手さん終わりパターン。セルロードえぐいな、ほんと。いや、これはもうそういうことだよね。二人で天気見ようぜっていう仲良し絶好調、調子の波普通がね、いいところに働いて。ということで、お相手さんのツートップ見てください。ハーランド&セルロード、同じね、ノルウェー出身。この二人ノルウェーコンビ怖いな。よっしゃー、行くぞー、ダブル絶好調で、やっていきます。いきなり狙う、うふうふう、やっほー、ここのもうね、スッとスピード乗ったらね、どんなディフェンダー来ようともね、弾きつついけるんで、体の強さもあるし。で、逆なんだ、ラム、ふい、バレットヘッド、こぼれにやっぱいる。さあ、前半 2-0。 さあ、これ一回セルと当てといて、落として落として、やる、セルロート来た。ロナウド、セルロート2人でもうここやりきります。セルロート、ロナウド、ツートップエグかったね。めちゃくちゃ点取れる。まあ、バレットヘッド持ちがいると、お相手はクロスがあるかもっていう警戒が入るので、そこから逆のパターンとかでね、地上戦で普通に点取れたりもするから、このスキル持ってるだけで脅威になるもんね。ロナウドとセルロと2人、めちゃくちゃ楽しい。よいしょー、さあセルロと、いや、これは決めよう、シンプルゴール、ゴールキーパーのもうここ至近距離読んでいきます。ロナウドから、イエス、コンク、うわ、ディフェンスのね、今動きまでしっかり見たんですけどね、ゴールキーパーやるね。サンキューサンキューサンキュー、セロト、はい、や、はい、うわ、うそ、止めてくるか。今のシーンとかもね、やっぱセロトドリがめっちゃ効いてますね。はい、来たー、勝てるー、強い、いやー、今みたいなシーンですよね、セルロードの強さ。フィジカルを生かしながらスピードでラインブレイク、さらには最後ね、ドリブル運びながら、今回も落ち着いて決めれる。セルロード、バケモンかよ、ほんと。裏抜けプラスバレットヘッドのね、最大火力で、ぜひ皆さん獲得して使ってみてください。めちゃくちゃセルロード使いやすいのでね、個人的にはかなりおすすめでございます。また、ショー、さよなら。バイバイ。